自前のスタジアムなのに、なぜか批判されてしまう。民間が金を出して建ててるんだから誰も文句はないわな。他のクラブも見習うように。ジャパネットの節税対策に使われて気づけば税収減ってると、下手したらジャパネットが潰れるまである。関係あるだろ、潰れたら税金使うんだから。どう考えても採算取れんだろこれ。自治体に買い取らせるか経営方式か。月に数度しか公用しない施設を 1.5 化主義のメインに据えたら確実に地域経済が崩壊する。週に3度派公用する方法を考えるべき。間違いなくジャパネット派破産するだろ。大英ホークスの二の舞だよ。政派の数々のお言葉こそこの国の没落の原因だよなー。